サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。じゃあ決めるぜ。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四皇の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げ、約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。だぜ。あお、スーパーな我が一味を見つけねえとな。ニコロビンの目撃情報があった。しらみつぶしに探せ。じゃねえ。
いい加減諦めてくれないかしら。アロン、久しぶりね。海外にいるみたいね。増援を呼ばれる前、みんなも行きましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。地球応援を狙います。とうとう来たか。奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってる。相手はあの麦わらだ。パシミスターを出すぞ。大丈夫。あいつは2年前のパシフィスタの相手はわらわに任せよ。俺たちあの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たちの偽物がいるみたい。騒ぎを起こされると海軍がやってくる。Ah!
辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。おれ、はい。あら、不用心な海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。ナミのやつ相変わらずみてえだな。まあ金はある分には困らねえか。集まってるの？このくらいにしとこうかしら。そろそろサニー号へ向かわないとね。海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待てよ、ラッキー。引退されちゃ商売上がったようだよ。ルフィ、誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。ああ、
スケダチ感謝しますよ。お久しぶりですね。しない方が良さそう。また迷子になったら困るし。そっちに船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。
だけじゃねえ。この体にはたくさんの機能があるんだ、メカ。海にメカってついたぞ。近いじゃねえか。やはー、何よウソップ、ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ、悪いが俺はおめえとチョッパーとの弱小トリオは卒業だ。何が起きてももう同時、そんな戦士に俺はなったのさ。そう。海軍の意地を見せてやる。
ここにルフィがいないように別の場所を探しましょう。ビワラの一味を執行させるな。あいつはワイが捕らえる。あいつよりも先にルフィを見つけた方が良さそうだな。アフロだけは、アフロだけは。どうしたどうした。船を出せねえな。攻撃準備完了。攻撃を始める。わらは止めてやる。ここ2年で目まぐるしい成長を遂げている。ただいま正式に海兵になる。お前をここで捕らえる。2年前と変わったのはこっちだって同じだ。本気で行く。誰じゃ。バラワの通り道に砲弾を撃ち込むのは海賊女帝。撃ち方やべえ。ジェネラル。ほんじゃな。お前とはまたどっかで会いそうな気がする。ベイリー。2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。どうじゃ。どこの誰だお前は。ロジャー、
全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。決まったな。